あれ、もう終わったんだ。残ったお金は返さなくていいよ。ファデュイのために働いてくれた人を損させるつもりはないからね。ふん、これっぽっちの小銭でオイラを買収できると。で、次の資金はいつだ？君たちがある情報を教えてくれたら、北国銀行の銀行を特別に30分開放してあげるよ。何の情報だ？ What you mean? No. Yes. 何の情報を欲しがってるのか分かるのか？あ、モンドでファデュイの宿女が。さあさあ、何の話かな。どうしたんだい？様子がおかしいよ。次は衛星港のためにフボクロに行くぞ。あそこはリーユエ港で最も有名な薬庫。ん？どうかしたのか？なんでもないさ。残ったお金は返さなくてもいいと言っただけだよ。ではこれで。今恐ろしい殺気を感じたぞ。あれ、カウンターに誰もいないな。雰囲気も怪しい。 Pretty sure I saw someone behind it. 誰かいるか？いらっしゃい。今どこからか声がしなかったか？カウンターの方からだったな。先に行ってみてくれないか？こんなところにいたのか。カウンターより身長が低かったんだな。おい、オイラは飛べるから身長は関係ないぞ。ところで、彼女少し変わってないか？おでこに札があるし。まさか、キョンシー！フボクロへようこそ、ナナだ。ナナは一度死んだ。千人に助けられた。Wait, she released a zombie? What the...キョンシー、モンドだとこんなのありえないよな。それでお嬢さん、ここに衛星光はあるか？処方箋は持ってきた。衛星光なら処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した直令。キョンシーを動かすには直令が必要だ。しかしなぜかこのお嬢さんは自分で自分に直令を下しているみたいだな。処方箋はないが衛生口を用意してほしい。いいよ。Oh, that's simple.急に協力的になったな。でもナナを手伝ってほしい。その方が公平。Sounds fair。客を手伝うのは不公平なことだったのか？構わん。こういう対等な関係も悪くない。リーユエにおいて取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。じゃあ天候山に行って。奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。奇襲機、彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。奇襲機は昔仙人が天候山の上に建てた土方で、機関術の産物の一つだ。場所は天候古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため外からの脅威を防げるんだ。勝利は本当にリーユエのことに詳しいな。
そうでもない。例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。それだけ？うん、ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。見た目はわからない。どこにいるかわからない。 Okay. なんでいるかわからない。 Okay. I mean, yeah, sure. まあいい。まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。ココナッツ羊、どんな生き物なんだろう。Coconut goat, maybe. こんなに大きいのか。さすが仙人が残したものだな。でもどうやって使うんだ。動かすのにどんだけ力がいるんだよ。今は動かせない。壊れているからな。これ壊れてるのか。千年もの時が経っているからな。たとえ千人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ。勝利、早くいつもの上流階級の豆知識で何とかしろよ。ん、俺を何だと。芝居と鳥の干渉以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな、奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。俺の知識が正しければ、この古城園の中に当時の備品室があるはずだ。そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば修理も難しくないだろう。ってことは勝利はその原理を知ってるんだよな。少しはな。材料が十分に集まったら試してみよう。Oh my god. これだけ予備用の材料があればこと足りそうだ。修理してみるから少し待っててくれ。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。簡単だ。こうしてこうだ。おお、望遠機能もついているぞ。ここはいない。ここにもいない。おい、What the fuck? 何してんだ。シューロン、これはこの大弓を直したのか。何勝手な真似をしてやがれ。大弓ではなく奇襲機だ。それから質問をする前にまず名を名乗れ。それが礼儀というものだろう。見てわからないか。俺たちは宝刀団だ。You mean old man? この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきたら、この機械の大弓が厄介でな。この間も山に入ったら兄弟がこいつに串刺しされそうになる始末だ。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに、ちょっと目を離した隙に直しやがって。お前ら許さねえ。痛い目に合わせてやれ。私欲のために千人の知恵を汚すとは、お前たちには教訓が必要なようだ。どうする人、物分かりの悪い奴らだな。ああいった輩のせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中しよう。おう、そうだな。それで奇襲機を直したのはいいけど、標的のココナッツ羊はどこにいるんだ。先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る野生動物の他に注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら仙人の道具を用いれば探しやすいはずだが。どうしよう。もう修理したんだし、そんなこと言うなよ。I said nothing. このままここで考えていても拉致が開かない。ひとまず不墓に戻り、ココナッツ羊が見つからなかったことを告げ、相手の出方を伺おう。そうだな。オイラたちだって力を尽くしたもん。
な。